スマートフォンで内部音を録音する方法を紹介します。スマートフォンは基本的には内部音を録音できないように作られています。用意するものはマイク、スピーカー変換アダプターと普通の 3.5mm オーディオケーブルです。スマートフォンのオーディオジャックはハンズフリー通話ができるように音の出力と入力が一体になっているものが多いです。それを利用してスマートフォンのオーディオジャックから音を出してスマートフォンに戻して録音アプリで録音するという方法です。それでは実践します。アプリはボイスレコーダーを使用しました。ブログで説明していますが、ステレオでの録音はできません。ステレオでの録音方法はブログで説明します。通常はスマートフォンのマイクで外部音を録音します。ペンで叩いた音が波形に現れていますね。では、変換ケーブルとオーディオケーブルを接続します。このメッセージは接続に失敗していることを示します。はっきりとした原因は分かっていませんが、ケーブルを入れ替えたり、アプリやスマートフォン本体を再起動したりすると成功します。今度は成功しました。このように外部音は録音されていないことがわかります。内部音を録音してみます。音楽は再生中ですが、スマートフォンのスピーカーから出ていないことがわかります。音は出ていないにもかかわらず、録音をしていることを示す音の波形が現れています。もちろん、外部音は録音されません。本当に録音されているか確認します。スマートフォンの内部音が録音されていました。録音された音のデータを Adobe Premiere で読み込ませます。これから出る音は録音された音のデータそのものです。音の波形を詳しく見てみます。上下の波形は右チャンネルと左チャンネルを表していますが、ところどころ形状が異なっています。
はじめはステレオで録音できたと思っていたのですが、マイクの端子がモノラルのようなので、ステレオでの録音は原理的にできません。詳細説明は説明欄の URL より確認してください。オーディオジャックのないスマートフォン、iPhone の内部音声の録音方法も説明しています。